めていた大会なんですけども、まあカイさんは負傷で欠場になり、でまあさらにまあ AJ マッキーの、えー、欠場っていうのも最近発表されたりとかで、いろいろと,いと目玉カードが少し、えー、変わってしまった感じになったんですけども、そういったこう大会全体を自分がこう背負うぞというような気持ちっていうのはミクルさんの中にありますでしょうか。そうですね、まあ。 もううん、背負うそうですね、普通に、まあ、欠場しないようにいろいろ気をつけてこ、こまで来ましたで今回、あのまあ、真夏での試合となりますけども、えーと、おそらく4年前の八地戦以来かと思うんですけども、やっぱ真夏の試合でのこう汗が普段の練習からいっぱい出ていくってことでの減量の難しさみたいなのっていうのはあるんでしょうか。 そうですね。結構、あると思います。いやち戦以来でしたっけ、俺。おそらく、えー、真夏、この7月とかに戦うのは4年ぶりかと思います。うん、まあ、厳しさはあると思いますね。はい。水分量がわかんないんで、体の今のところ減量はご自身としては順調に進んでると。うん、結構きついですね。きつい。<laughs> まあ頑張ります。